どうも皆さん、こんばんにちは、おとしゃです。おついちです。おついちです。はい、レイヤーズオブフィアー2、おついちさんのプレイで続きをスタート。パスしやがったな、あいつ。ああ、俺ちょっとごめん、パスカード使った。鍵取ったら来るぞ。いや、意外とだよ、これは。まあでも意外とね。うわうわって言うじゃねえよ、ほんとによ、お前は。すごいね、君は。本当にやだよ、俺だって。でも進めないんだもん、これやんなくちゃ。バカ言ってんじゃん、本当によ。もうすごい、もうね、単純に、なんか人影出てたけどな。自分、あ、人影いるね。いるだろ。想像は常に崩壊から始まるって、お前ラスボスの言い方だよ。本当だよ。何のラスボスだ、それ。あ、なんか取れる。何それ、何これ。んー、鉄砲の弾丸。そう、お、あ、あ、レコーディングだ。レコーディングに戻ってきた。あー、絶対やだ、ここ。また始まるね、試すのが。なんで。カッティングパイするわ、ほんとに。あっ、一つの命が終わり、別の命が。あー、絶対やばいやばいやばい。一つの命が終わり。お前ほんとバカ野郎のところでここが勘違いがあって、ほんとに。正しい方を選べ。あー、でもそうだね、銃。正しい方を選べ。どっち、男性と女性みたいな描写だね、あれは。ね、かぶり。アクション、アクション。え、なにその余裕で。なに、あ、どっち、女性か男性か。どっちも狙わないっていう選択はできる。あ、いや、あるかも。怖いね。まあでもだってこれでどっちか撃っちゃうと言った通りにやったみたいな話になっちゃうじゃん。何を待ってるんだ。そうだね、なんかやっぱり意外性を意外性を出して真ん中を撃ってみる。うん、出る。いや、戻した。あ、どっちか撃つしかないやつかなぁ。多いなぁ。外してやりゃいいんじゃね。いや、まあこの場合でも女性なんじゃないの。自分、自分を。 Why wait? 自分を。君だったらどっちを狙う。あー、難しい選択だね。まあでも主人公女性だったらやっぱり自分を殺す的なニュアンスあるかもしれないね。じゃあ女性行きますか。うん、じゃあそうしようか。あれ。あ、でも別になんか何も出なかったね。うん、あー、じゃああれだ、自分の命を差し出さなければいけねえって言ってるから、やっぱ女性を撃たなくちゃいけないんだね。もう一回でもやってみる、男性。いや、多分ね、男性にすると間違いなのかもしれない。よかったね。だ、今だってキャンセルみたいなのが入った。いや、普通に撃ったん。あ、だよね。だからキャンセルみたいなの入ったんでね。頼むな、演じろ。じゃあ女性で。あー、スローモーションの弾が。はい。はあ、単純なタスク、あとは執行。誠実に直下に従い、純粋。それでいい、とりあえずは。やっぱそういう意味っぽいっすね。ですね。あ、頼むぜ、動くなよ。よくもやってくれたね。あー、すごいじりじり言ってる。怖い。あー、胃が痛い、胃が痛い。おお、すごい、すごい、すごい。何？あ、映写機。すごいところが眩しい、眩しい。すごいね。お？あ、漏れてんだ、光が。あー、それぞれやばいっすね、これね。お前、これもやべえだろ、お前。何言ってんだよ、もう。ちょっと、どうなっちゃってくれてんのよ、これ。あ、もう音楽が。音楽やばい、これ、ちょっと離れますわ。音楽はバカ野郎、本当にやめなさい。ちょっと離れますわ。バカ野郎、本当に、目の前にいなさい、本当に。これ、あかんですよ。
こりゃあかんっすわ。ああやだやだやだ、もう絶対やだ絶対やだ絶対やだ、もうこんなタイミングでセーブ入んだ、まあやだやだ、ああやばいやばい、これ触れるともうアウト。バイオハザードかよ。さあオールゴール、オールゴール来ましたね。やばいですね。オールゴールの次はもうもうドカーンですよ。いやー行きたくない、すごい行きたくない。体挟むな。理性を保てない。あお前さ、本当になんか出てきたね。お前、霊的なもんはいかんって、本当に。何、君はどっちなの？もう霊じゃないのが来てくれた方が助かるのか、まだモンスターの方がいいの？いや、モンスターの方も嫌だけどさ、そんなこう、降って出てくるのはいかんだろ、本当に。うわぁ、びっくりした。なんかでも、スレンダーマンみたいなやつがいた ね。スーツ着てたような気がする。タキシードっぽい、なんか。うん、まあこれ来るね。来るでしょう。何これ。ああ、後ろ向けんわ、俺後ろ向けん、俺も向けん向けん向けん、これ以上向けん、俺右向き向けん、あ右向けん、これ以上なんもないの。なんもないね。これ見逃しになんかあるんだけど、そこになんかアイテムがあるんだろうね。なんかあんのかな。曲やばやばいっす。あーこっち行けるわ。あーこっちか。腰抜けてるやん。抜けるよそりゃ。うわ眩しい。あーちょっと、あー眩しいわ。あー女性だね。女性ですね。ご注意ください。あーもうやだー、もうやだー、無理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 。野郎二人の叫び声がこだまする。あ、もうこれ以上いけないのか、戻るしかない。やばいやばい、もうまた骨折が変わる。なんかいる。おわ、もうやってっす、歪んでます。うわー、なんかいるし。扇風機ない、熱い、扇風機当てようか。オルゴールが回り始めた。なんで？え？なんで？オルゴール扇風機なんだね、これ。オルゴール扇風機？なんだそれ。ああ、びっくりしたなー、もう。あ、これ後ろ向けんわ、俺無理。やばい、もう向けん。うわ、向けん。大丈夫。お前何してんだよ、銃構えてるわ。無理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 だって。銃だね。ゆっくり向くな。お、あ、後ろ来い。もう向かないという選択肢。わかる。けたらドン。お前これ最強の、うわあ、なんか前回の家みたいな感じの。セーブやめえ、ほんとセーブはやめて、ほんとセーブがあるってことはこの先やべえって話やから。そうなんだよ、ほんとにさ。うわ、真っ白ー、すごいコントラスト。あああああ、何これ。うわ、うわ、うわ、あ、やばい、やばい、やばい。おめえバカじゃねえ。うわ、うわ、うわ、右の部屋。
昇天した上向いてダメだわこれもう本当にさ本当にまあ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 前回私中盤で途中のここから先よろしくっていう感じでパスカードを使ったんですけどおつりさんもしやばかったらパスカードがあと3枚あるんでまあねただ、まあ、ここで使ってしまうのかという話になるそうですよここはまだじゃないですかなかなか頑張ってますけどね、いいですよ頑張ってお前序盤でこんだけってことはお前後半知らんぞって話ですからね俺後半に取っとくよほんとやだなほんといいとこでパスカードを使ったなお前あれの二の舞になるぞこうじゃんけんしてくぐった瞬間に来るのはもうあれになるわほんとにああ弟か知らないこと遊んじゃダメ、like、あの子は嫌われようわなんだよいやどんどん下行くわうわもう心臓いったやっべえわだってまだ君襲われてないんだからね俺らそうなんだよ襲われてないのよなんだろう、小道具買い物リスト17世紀のフリントロックピストルのレプリカ正常に作動するさっきのだよそうだね閃光粉打ち消し線が引かれている、火薬小だる4個各66ポンド入り弾薬5箱、ダミー100ダミーは撃ったやつかなるほどあれ100体あるってよどんだけだよ大丈夫これ最後終わった瞬間にこうみんな出てきてこうおめでとうっつって出てくるのうわいたねーまたでも違うお前さっきの見ただろうがお前ダミー100体出てくんだからあの銃でこうダン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 って欲しいわなんかありますね私たちのうちなされるべきことを知っているのは一人だけ何をかけているのか知っているのは一人だけあの子は知らなくったっていい理解しなくったっていいただ聞き入れ演じるだけでそれでいいアンドアクト飽きませんまたなんだろうマネキンが襲ってくんのかい今回そういうことだねもうどうなんだろう今のところ階層パートっぽいような感じもするけどおっと、ね、ここでライト懐中電灯そのくらいところ何かいると思う知ってるかも壊れてる本当だブラディヘルソリッチーフォンズイッチェックソーバーディカンブラディウォードゥイムセルフどういうこと上司かな警備員あロックあ、やばいあもうだ情けねえ声出すなもう、だからもう今あれですよ本当にジオンと一緒ですよはぁーってはぁー早く、早く行けはぁはぁーあ、やばいなこれははぁもう行きたくないドア一個一個がもう恐怖をかきたてるかきたてるよ本当にあやばいやばいねこれやばいよこれあっもうやばいよもうブシャーみたいになってなかったいやいやもう人影がいるんだよそこにそういう見え方あもう無理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 バイオリン！バイオリンさん！ああ、後ろ向けない！後ろが怖い！ああ、スイッチがある。あ、怖い。
なんでお前やられるんだよ。怖いじゃん。怖い怖いって、お前もうやってるこっちゃ怖いんだよ本当に。いやあ、男の子だは？あ、男の子じゃないね全然。あ、お前待って、どうした？あの、多分ね、バッテリーが消えたのかな？あ、本当だ、うん、ちょっと待ってね、じゃあ交換しよう。お前、最高のタイミングだよ。びっくりした、お前、ついにビビって俺の殿下の宝刀をスタートボタンを押してしまう男かと思った。びっくりした、ビビりすぎてついに押したかった。俺ですらやりおったかって。タイミング最高だったよ。最高だった。はい、じゃあ頑張って。お前最高のタイミングって、俺こっから始められる俺の身にもなってみろ。本当に。まあまあ好きに好きにしてください。まあまあまあ行きますよ。残りのカードは2枚だな。もう涙出てきた。もうちょっとね、こういつもこう今誰がプレイ中ってあると思うけど、左下か右下あたりにこう赤いレッドカード3枚とグリーンカード3枚がこう1枚ずつ消えて、今2枚ずつになってるはずだから。せやな。お前マジか、マネキンじゃなくてスレンダーマンみたいのが来んのね。あー、俺初めてゲームやってて涙が出てきた、本当に怖くて。ドア閉めるまでがお前目の前まで来てたぞあいつ。あー、だってすーげー振り返るの遅いんだもん。ということで、次回はこの続きから、はい、はい、あのパスカードを使ったので、次回はもう確実に私がこの続きをやるということで、はい、ぜひやっていただきたい。いや、使うんじゃなかったな、ここだったな、使うのは。あー、ほんと怖かった、お前、ほんとにもう。やべえ、後ろから来る。久々でしょ、この追われる感覚。いや、やばいよ、ほんとに。しかもよくわかんない、痛いの知れないものに追われるのが一番怖いよ、ほんと。あいつに捕まったら少なからずこう、めちゃくちゃにされてこうやられるんだろうなっていうか、もう本当に手と足が全部もがれる、うん、もう引きちぎられちまう、 あんなの。うわ怖。次回あーあるかな。あるよあるよ、やるんだよこっから。次回あるかな、お楽しみに。じゃあまたな。またね。